この江田だ房は、幕末期の苦行。かには、十一位、左大臣。号は、高山。関白、この江田弘広の四男。母は、島津成りの幼女、教師とされているが諸子との説もある。島津成明の幼女が妻であったこと、さらに父も、島津成りの幼女が妻であったことから、薩摩藩との関わりが深かった。 後下4年生後以上に助任。同年14位下、左小野江県少将、左小野江県中将と類進し、海江4年、県大納言となり、文久2年には、国事御用係、左小野江大将県様両五官となる。文久3年内大臣に上り、慶応3年には、左大臣となる。 しかし、後部合体派である父の秘書的立場にあったので、倒幕派が朝廷内の多数を占めると居場所がなくなり、官を辞することになった。さらに王政復古の大号令で新政府が発足すると父と共に山頂を止められた。しかし間もなく、許され、新政府で人議事務総督、議定、刑法事務局、ただし、人議官知事、人議大副を歴任した。 明治3年に父を京都に残して東京へ移住したが、明治6年、父に先立って36歳で死去した。忠房の政治的活躍に望みをかけていた忠広に、とって息子の若くしての死は痛手だった。忠房の息子である厚丸は、父が東京に移住した後も京都にあって、忠広に育てられたが、間もなく区内省の自住職に任命されて東京へ移住し、 その際に、忠弘も、東京へ移住した。この絵家は、藤原忠道の子である、この絵元ざぬよしそとし、ご設計の一つであった。ありがとうございます。